はい、アイランドファクトリーのルカパトです。はい、伊勢綿です。綿エビか。はい、今アザラシルカパトです。安定の伊勢エビ綿綿です。もうね、最強だからね。最強ですから、まあ、とりあえずエースオブシーフード続きやっていこうつってさ、上に行くでやめてくんない。違うんだよ、壁があるからさ。ルカはさ、回った方が早いじゃん。俺回ると遅いからさ。まあな、どこ行くよ、とりあえず。で、俺の向かい側だよ。あの、これ島があるじゃん、裏側。島とこっちから行けんのかな。車エビに絡まれてんだけど、むしろ。いや待って、これ違うかな、これ行けねえな、多分。行けないよね。行って。待って、なんか行った、地味に行った。もういいや、伊勢エビは無視。伊勢エビじゃねえや、車エビは無視。なんかいる、なんかいた、なんだあれ、うわ、ザラカイメン、なんだよ。おい、空腹だ俺。空腹？イワシとか空腹ねえからな。それも気をつけないと。なんか敵を買ってくれ。軽か、じゃあ車エビ軽か。これ、動けなくないんだけど。待ってくれ、体力が減ってく気がする。減ってねえかな。もう急ぎん着で我慢する、急ぎん着で我慢する、とりあえず。とりあえず、なんか車エビ買った。食らいつく。ナイス。車エビ食らいつくね。いや、もうショッキングだわ、映像。なりくり構わずね。なりくり構わず。ナイスさ、ちょっと待って。入ろ。入る？入ろうか。待って。ナイス。入んないとさ、自分が今どこら辺、地図でどこら辺にいるのかわかんない。まあね、一回ちょっとあのちゃんと決めてから行こうか。よし、入るよ。どこ？またここかよ。なんか打ち上がってるよ、いきなり。あー、狭いところだから大丈夫こいつ。通れる？通れたね。あ、ルカもう何マグロ使ってんの今。俺あれよ、アザラシよ。いや、お前のマグロ打ち上がってんぞ。マジかよ。打ち上がってピクピクしてる。アイコが。こっからの出撃ダメだな。やっぱ狭いんだろうな、マグロにしたら。狭いんだ、もうアザラシでさえ打ち上がっても一緒。でも、このマグロ時間の問題なんだろうな。あれダメージ食らうんかなあれ。一応なんかあるらしいけど。ちょっと待って、俺も空腹、俺も空腹。これ、そっちの車の1号か。え、俺マグロ釣れてなくねえか。あ、釣れてないの？なんだ、いるわ。戻ってきたわ。あ、そう。うん。なんか、朝日貝に向かってるのか。いや、もうここら辺の磯銀着で俺はお腹を満たしてある程度ゆっくり。よし。なんかでかいのたくさんいねえかって。いたな。消えたな、でも。あ、待って、未開の漁場があるぞ、あれ。違うわ、あれ。あれは絶対ラスボスの漁場だ、多分ね。記憶が正しきだよ。いや、ラスボスはだって、あ、なんかあるね。アデリーペンギン。ペンギンいる。どこだ？ペンギンいる。どこだ？痛い。ペンギンいた。クラゲじゃねえか、これ。どれだ、ルカパとこっちか。ペンギンがいる、ペンギンが。いいな、俺ペンギン大好きだから。鳥類大好きだから。あー、もうダメだ、この殴りは俺が負ける。あー、死ぬ。あー、落ちたくない。どこいるか、氷の上、氷の下、多分氷の上にいるやつだ。今任せろ、ちょっとやってくるわ。結構数多いから先に俺を帰らせてくれたら嬉しいな。え、あ、ほんとだ。いや、ペンギン1匹しかいない。いや、めっちゃいるな、めっちゃいるな。いっぱいいる、いっぱいいる。5匹いるってさっき書いてあったから。待って、痛いよ。すーげー量、情報量多すぎるわ。あー、あたが来てくれた。俺なんかも全員いねえもん。なんか押されて。どうなってるの。あー、また2人ももう少ない。頑張って。ガーッ、スタンスター。ちょっと待って、画面が分かんない。
まあ、ってことは川みたいなところに鮭はいるのかな。そうだね、まあ、でも、もういるからな、淡水魚だから。ま、ここがあれなのよ。俺ここを抜けるのがまず精一杯なのよ。ああ、そう。どっちだっけ、そっちだよね。あ、でもね、陸歩くとね、陸歩くとあれだ、スタミナ相当減るわ。ああ、なるほどね。もう急ぎんちゃくでお腹を満たしてから戦わないとか。あー、あるね。よいしょ。あったあったあった。いるよ、ペンギン。こいつよ。待ってー。いいよ。来た来た。あいつら上に行くのずるい。ならば俺も上に行こう。大丈夫か？倒した？え、ちょっと待って。いや倒したけど死んだ。チンプルやないかー。俺様。あと1匹じゃない？あと2匹か。そんなに。ナイス。そんなに。あと1匹だ。おお、潮かのになった。終わった。入ろうか。お、ペンギン。あー、上にいるじゃん。うわー、マグロが上にもいる。すげえ、ペンギンかわいいな。マグロが頑張れ、マグロ。攻撃1個しかなくね。うん、貫通弾しかないね。レベル上がるとあるのかな。あるんじゃない、やっぱ。よし、じゃあなんか違うところ目指そうか。そうね。ペンギンを蒸す機械とか、ね、なかなかえぐい言葉が書かれてる。なんでペンギン蒸すの。ないな、体力そんな少ないな。フード40だから普通じゃない？アザラシとかすげえ高かったから、それ比べちゃうと。伊勢海老はもともと40だからな。イワシは減らないからな、そもそも。これあれまで魚礁とか超えたのがこれ下パターンで、これだって嫌だな。クラゲを買うときだから。いいか。そっちだから。いや魚礁があるんだけどさ、どっかに。早いのかな。早くて追いつかないカーソルが。これでもあれだよね、完全に司令戦だよね。だよね、結局あれでしょ、ダイオウイカ戦でしょ。ダイオウイカいいのかな。いや待って、ダイオウイカ俺も戦いたくない。戦いたくない、戦いたくない。勝てる気はしないな、ペンギンでな。そうだよ。あー、スタミナの無視。エビ艦隊だったからこそ勝てた。あ、いないわ。あ、いた。いいか、うん、帰るか。逃げまーす。はーい。ここを越えて挑んでればダイオウイカそのうち編成可能になるってことなのかな。まあそうかな。始めるとこ間違えたらあいつ打ち上がって終了しそうだけどね。挟まるだろうな。ピチピチピチって。よーし。あ、あるよ、未開の漁場ある。60メーター離れてるな。ズワイガニが守ってる。お、マジで。いるじゃない。ちょっと待ってくれ。すぐ行くから。あ、ほんとだ。見えた見えた。見えたぞ。あれじゃない？貫通弾。発射。いや、どうした。ズワイガニ攻撃しよう。どこだっけ、どこに行くか分かんない。一番のくちばしで。うわぁ、死んだ。おい、何やってんだよ。アザラシ強。アザラシ君やべえな、お前すげえとついてるもん。自慢のくちばし、あいつの甲羅にはかなわなかったよ。いや、俺でも自慢のくちばしで一体倒したぞ。ミルクチマシや。やべえ、反動が半端ねえ。でも終わった終わった。ブレイブバードだから。電柱。本当だ。電柱がこんなんってこと、こいつらやべえでけってことだよな。まあ船があんだけだもんね。そうだよ。30秒だっけ？いやいや、今のはね、あの、このゲーム上はね、3分間ね。よし、行こう。いただきバルス。あ、なんかいただきが。あの大きさはバラクーダか、
スナッパーですね。待って、左の方にでっけるよな、スナッパーだ。待って、あれ、未開の、じゃない、俺とここまた未開になってるわ。いや、諦めるわ。バグがひどい。ひどいね。未開って黄色だよね。黄色だね。未開になってるな。あ、でもそっち側は一応地図まだ埋まってねえから。何の音？誰がいる？誰か。あ、ミトタツある。あ、え、なんか一匹守ってるな。妖艶型、あれだ、船だ。クエスト、クエスト。カゲロウだ、カゲロウか。どうなってんの？ちょっと顔出す。あー、船だ。ほらほら、落とせ。ちっちゃいな。どういうこと？あー。サンタじゃねえかよ、いるね。でも意外とね、いってるんだよ。あー、はえぇ、しかも、あれじゃん、できたじゃん。作れるようになった。なったよ。来た。あー、船だね。どこ、どこ、あ、いた。いやー、動き悪い。なんかすげえピクピクしてるんだけど、動き悪いな。カゲロウ型でいいのかな。魚雷爆雷とか技はね、すごい。どうすればいいの俺ね。動き超悪いよこれ。操作感悪っ。ちょっと待って、動けないんだよ。どうなってるのあれ今。どこよ今。全速前進だ。それ岩にぶつかってんじゃねえの。オッケー、大丈夫。邪魔だよ、タラバガニ。うちのカニだから。あんまね、あの潜れないね。潜れないから。オッケー。なら潜水艦とかにしてほしいわ。いやー、ちょっと待って、これ絵的によくねえな。なんかいる。怖い。これさ、言ってみればこの大きさが本来の人間ってことだよ。まあそれがプラモなんじゃない。いやー、だって電柱が大きさだったからね。これがあれなの、もう嫌だわ。怖すぎるわ。速くない？だって速くはないよ、エビだぞ。伊勢エビがそのスピードだからね。到達業者があるとか。水雷爆弾、これ爆弾発射してんのか本当に。めっちゃ未到達業者があるんだけどさ、うん、プレッシャー級っていうなんかまた戦艦が来たぞ。あ、マジマジで俺これ戦艦対決するか。待ってろ。あるね、未到達。どこだ戦艦。あれ、あと1個しかないの。ちょっと待ってくれ。違うんだ、違うんだ、もう俺の仲間が。めっちゃ急が、同類がどんどん沈んでいく。強鎮だ、強鎮。あ、フレッチャー級も生物編成可能だもん。それ仲間が強すぎる。かわいそうに。もう恐怖でしかねえわ、この。約束の噴水と。あ、待って、ここやったらもう一個上あるじゃん、見通し。あるね。一回入ろう。間に合わねえんだ。ちょっとさ、あなたも作ってみてよ。それで行った方がいいんじゃない。俺の気持ちわかるよ。上でしょ、やだよ。上でしょ、だって何が、あの次のあれもわかんない。とりあえずここ、あ、ここ待って、俺未到達じゃなくなったな。約束の噴水と。マジでちょっと入っちゃうよ。あ、うん、上にあるから。上オッケー、見通達ね。よし、行こうか。どこだ。いた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 、またまたいた。すーげー撃ってる、すーげー撃ってる。だってヤドカリが守ってんだけど、あれ。よっしゃ、ヤ
ドカリじゃねえかよ。魚雷発射。魚雷発射してるこれ。本当に微妙な。微妙なライトね。発射してないと思うんだよな。カフェ、爆弾とか。どうかしてる？爆弾。出してる。痛い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 。操作感悪いな。悪いね。当たってるかも微妙だ。撃ってる。下が見れないから。あ、撃ってるな。一応なんか、なんか出してるわ。いいわ。ヤドカリってこのかかりでしょ、うん。どうしようもないよね。どうしようもないね。これもうあれでしょ、俺らがやってるわけじゃなくて俺らの仲間が、仲間が頑張ってる。こう、あ、なんか出してるな。一応だって爆弾がもうあれあれだもんな。よし、でもまだ1匹いるな。こっちからなんかちっちゃいのが俺にいるんだけど、ロックオンができない。頑張れ俺らのカニ、俺らのカニ頑張ってくれ。わかんない、なんか下で撃たれてるのは見えるんだけど。ちょっと待って、動きが悪すぎる、これもうやってらんねえわ。悪いね。入れないのかな。まだいるんだよね、ヤドカリがね。いや、いるんだよ、下にいるんだ、俺の真下にいるんだけど、真下はもうどうも攻撃できない。おお、あ、やべ、倒してくれた、やった、倒したね、誰か。あ、群像の冷蔵庫入っちゃおう。ちょっと事故って動けないんですけど。もう事故だよ、放送も事故ってるよ。すいません、動けないっす。ダメだ、やっぱもう海洋生物じゃないとやっていけないわ。